リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。はい、今日はね、ちょっと興奮冷めやらぬままこちらの方のね、ちょっとお話でもしていこうかなと思います。ということで、平成ジェネレーションズフォーエバー、早速見てまいりました。すごくいい作品でした。ちょっとネタバレには触れない程度にお話をね、軽くしていこうかなと思うんですけれども、今日朝一の公演で映画館に向かってうちの弟と一緒に見てまいりました。で、一つ言えるのは、平成仮面ライダーが好きなら絶対に見るべき、本当にすごいいい作品だったっていうのと、あとはものすごい感動があります。でもその感動はここで話しちゃうと絶対にネタバレになっちゃうので、実際に見に行って感動を味わってほしい。もう簡単に言うと、会場がざわめき、みんなが動揺し、言葉を失う。もうね、やばかった。もうみんなが一体となって、おーってなる。そんな作品でした。もうね、最高でした、本当に。本当、控えめに言っても神作品でした。で、できる限りインターネットのネタバレ情報とかを見ずに、仮面ライダー好きの方はこちらの方をご鑑賞いただくのがいいのかなと思います。あ、ちなみにパンフレットを買ってもパンフレットにはそのネタバレ情報は載ってないみたいなので、それだけはご安心いただければなと思います。ほんとよかった。もう一回見に行きたいなって思うくらいすっごいいい作品だった。あと、個人的なことを言うと、ビルド役の犬飼篤弘くんがめっちゃかっこよかった。めっちゃかっこよかった。犬飼くん、めっちゃかっこよかった。はい。っていうところですね。で、最後にちょこっとだけご紹介すると、今日はね、仮面ライダーディケイド役、井上さんのね、井上さんはちょっとあれか、また違うか。角谷司風の服に今日はしてみました。はい。いやー。で、次回は、明日は普通にね、仮面ライダージオウがね、放映されるわけですが、そちらもそちらでね、気になるところです。大間ジオウとの対決、どうなるんですかね。いやー、ちょっとそちらも期待です。もうね、そっちはそっちで、角谷司が出てくるのでね、角谷司がね、もうそれだけでもすごい、興奮する物語なんですけど、映画は映画でもっと興奮できるものだったので、ぜひぜひ劇場で楽しんでいただければなと思います。ということで、私の興奮が少しでも記録として残ればなという形でこちらの動画撮らせていただきました。ということで、平成ジェネレーションズフォーエバー見てきたよという動画でした。ネタバレには全く触れないよ。みんな楽しんでね。はい。では、平成仮面ライダー好きの皆さん、劇場でぜひぜひお楽しみください。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、Twitter もやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。